藤原さんはそうやって私が欲しいものを全て奪っていくんですね。強欲。こういう人が地球を滅ぼすんだわ。地球のガン、なんておぞましい。かぐやさんも一緒に行きませんか？行く！あーもう藤原さんはいい子ね。そういうところが好き。ずっと友達よ。総資産200兆円、日本の経済界を牛耳る四大財閥の一角、篠宮グループの霊嬢、長い髪を後ろで束ねており、赤い瞳を持つ本作の主人公の一人。幼少期から、篠宮家の英才教育を受けて育ったため、大抵のことはこなせる上に、未習得な分野でも、即座にマスターできる万能型でもある。学業成績は会長に続き、学年2位をキープし、スポーツでも好成績を残すなど、作中でもトップクラスの実力の持ち主。その能力の高さから、面倒ないさかいを避けるためには、時に敗北も処世術の一つであると心がけているため、プライドは高いが、臨機応変に対応することも多い。ただ、常に脳をフル回転させているらしく、風邪や極度の眠気などの要因で、脳の活動が鈍ると、幼児化したりする模様。モチーフは、平安時代初期に成立したと言われている、竹取物語に登場する、かぐや姫。一般的に竹取物語は、異常出生説は、急成長説は、寄付長者説は、求婚難題説は、帝求婚説は、昇天説は、致命起源説はとに分けられているが、基本的に、かぐや姫は世間知らずで、性格が悪い人物として描かれている。かぐや様が小倉世帯に登場する、篠宮かぐやも、性格が悪いという部分は踏襲しており、性格の悪い子が恋をし、どう向き合うのか、といったことが、作品の主題の一つでもある模様。弓道部には、中等部時代から所属しており、百発百中の腕前で、全国大会個人の部での優勝経験もある。そして、彼女が使用している弓は、本来男子用のものらしいが、日常的に言っているため、女性の中でも強い筋力を持っている。しかし、高い実力を持ちながら、高等部になってからは、一度も大会に出場したことがない。その理由は、弓道の全国大会が、クリスマス期間中に遠方で開催されるため、会長とデートするかもしれない日に、そんな遠くまで行けるわけがない。という、なんとも全国の弓道部員に失礼な理由からである。さらに、弓道以外でも、柔道や合気道をたしなみ、白金みゆきを投げ飛ばし、陸上部だった石神に追いついたりと、運動神経も非常に優れている。幼少期に受けた、篠宮家の帝王学の影響もあり、自身の性格が歪んでいることを自覚しているが、天才としての自負も重なり、自然と他人を見下し、利用しようと考えることもある。また、様々な人心掌握術を習得しており、裏工作の時は、これらを最大限に駆使して、人を丸め込み、邪魔者を排除する傾向がある。さらに、独占欲が強い上に、嫉妬深い性格をしており、白金と距離が近い、藤原千佳を呪いまくったり、初キスで舌をぶち込んだ後は、たびたびキスをしたくなるなど、新たな扉が開きかけている。中等部時代は、氷のかぐや姫と呼ばれ、冷めた目をしており、他人を寄せつけず、周囲と一定の距離をとっていた。ただ、藤原千佳だけが、最後まで関わりを持とうとして、かぐやが課した試練を、通過した貴重な人物の一人でもあった。また、高等部1年の時に、生徒会副会長に指名され、生徒会入りする。当初は、氷かぐや状態であったため、素直になれずに、白金みゆきと衝突することが多く、かなり空気が悪かった模様。しかし、白金と藤原のおかげで、アニメの時間軸で登場した、篠宮かぐやという人格が、形成されていった。住んでいる別宅は、豪邸な上に、身の回りの雑事は、早坂をはじめ、メイドやハウスキーパーが行い、登下校は、高級車での送迎、食事は、弁当含め、三つ星レストランから引き抜かれた、超一流のシェフが調理している模様。このような環境で育ってきたため、世間知らずなところや、偏った教育方針から、初体験イコールキスと考えていた。また、父との関係は物心ついた頃から冷え切っており、愛していると言われたことは、一度もないらしい。そのため、家族愛に飢えており、会長と付き合い始めた頃は、早く会長の家族の一員として、受け入れてもらいたいなど、トンチンカンな発言をし、柏木ゴッドの度肝を打ち抜いた。ちなみに、かぐやはめかけの子でもあるため、家族内での立場は弱い模様。そして、兄が3人、甥と姉が少なくとも、1人ずついることが、かぐや様の発言から明らかになっている。現在、長男の篠宮王光と、三男にあたる篠宮雲陽という男のビジュアルが解禁されている。また、篠宮雲陽との仲は、あまり良好でない様子で、かぐやが挨拶をしても、完全にシカとするなどの描写が見受けられる。ちなみに、幼少期の早坂に近づき指示を出していたのも、良好であった。
ったことが明かされている。そして夏休みの花火イベント、体育倉庫イベントなどを通して会長に対する思いが限界値を超え、篠宮家お抱えの医師から恋の病と診断されてしまう。早坂をはじめ呆れる関係者たちであったが、本人は会長とまともに会話をすることもできない状態に陥ってしまったため、精神状態をリセットするために早坂の勧めもありルーティンを習得する。ただし右手が塞がってしまう都合上乱用できない欠点があった。氷かぐや、臆病、篠宮かぐやの内面の一つ。不安やストレス、生理不順の時に強く表面化されるらしい。幼少期の抑圧された環境下で生きる上で自身の心を守るために生み出された人格の一つでもある模様。基本的に篠宮家では無知による学習法が推奨されているらしく、グズは叩いてしつけるのが篠宮流らしい。そのため彼女にとって暴力は教育的な意味合いが強く、そこに悪意はほとんどない模様。そして彼女は自分に課したルールを守り、期待に応えることでアイデンティティとして自己を肯定している。ただ他人とのズレはしっかり自覚しており、孤独感や疎外感を強く感じている様子。このような心境でもあるため、石上優には親近感があり、彼を正しく導いてあげたいと考えている。アホかぐや、勇気。幼少期に篠宮かぐやが切り捨てた内面の一つ。風邪をひいた時や嬉しいことがあった時に強く表面化する模様。篠宮の教育方針の中で廃棄されたいらない部分であったらしいが、白金や藤原との関わりを経て再発見された篠宮かぐやの内面の一つであるらしい。自身の心と向き合った後は回を増すごとに拡大している。初恋の相手であり恋人両思いなのだが、お互いプライドが高く恋愛に関する思考レベルが幼いため二人の関係はなかなか進展しなかった。しかし文化祭編で大きな進展があり、クリスマス編でお互いの気持ちをぶつけ合った。原作第1話であんな感じであるが、かぐやが生徒会入りした時は氷かぐやであったため素直になれずに白金に平手打ちをしたり、きつい物言いが続いたりで生徒会室の空気は結構悪かった模様。親友、家畜、下船の女、おぞましい生き物、地球のガン、中等部の頃からの付き合いで、氷のかぐや姫時代から、そばにいてくれた、唯一無二の親友。早坂の次に、付き合いが長い人物でもある。ただ、白金とベタベタしてるように見えることも多いため、その度に、ボロクソにけなされている。しかし、大抵の場合、即座に手のひら返しをするため、二人の関係が崩れたことはない。親友の妹であり、仲のいい友達、汚れた血脈の一員、一緒にショッピングを楽しんだり、メリーニュー新年、異教との記載を楽しんだりする中、また、思い人が被っているため、かぐや様に駆除されかけたり、好きな人の好きなところを、共有したりする関係でもある。ただ、萌葉自身が、ややサイコパスであるため、若干の苦手意識はある模様。可愛い後輩、物語序盤では無視程度の認識しかなかったが、回を増すごとに彼の面倒をかいがいしく見るようになる。最終的に彼の恋の成就の手助けをするようになっていき、お互いに良き相談相手でもある。かぐやの指導は基本的にスパルタであるが、石上自身のスペックが意外と高いため勉強や運動面でも着実に成果を出している。ちなみに石上の暴行事件の案件を持ってきたのもかぐや自身であり、事件の真相に気づいていたのではと白金に推測されている。後輩、第68期生徒会会長選挙で悪質な裏工作を彼女に仕掛けたため当初は嫌われていた。ただかぐや自身が会長関連でちょろかったため、いい飲み子が皮肉たっぷりにお似合い、結婚すればいいといったのを真に受けていい子認定されている。またかぐや様が頭を抱えるほどの大食いであるため、文化祭編では彼女の餌付けに苦労していた。直属のブアレットであり、幼馴染であり、姉のような存在。幼い頃から、四宮本邸で共に育てられ、篠宮家の教育を受けていたため、お互い姉妹のような関係を築いている。基本的に、かぐや様の無茶ぶりに応える、苦労人のような役回りが多く、かぐや様と会長が恋仲になってからは、延々とキスの話を聞かされている。何でも相談できる友人。初キスから2ヶ月くらい、大人キッスから40秒の女。物語序盤で柏木渚から恋愛相談を持ちかけられたことがきっかけで彼女との交流が始まる。ただ回を増すごとにかぐや様が彼女に恋愛相談を持ちかけることが多くなった。かなり信頼しているため生徒会のメンバー入れ替えの時期に初期は藤原ではなく柏木渚にしようと考えるほどである。さらに会長に舌をぶち込んだ時に人生の先輩としていろいろ助言をしてもらったりもしている。ちなみにかぐや様の将来を案じとある DVD を貸してくれた人物でもある。思い人、恋人の妹、兄といろいろ似ている箇所があり、隣を歩いている系を
会長に置き換えて、疑似デートができるほどに、好感を抱いている相手。さらに、クリスマス編のプレゼント交換で、本命の会長ではなく、K に、自身が用意したプレゼントが渡った時も、内心で喜ぶほど、彼女に対して好感度が高い。また、K 本人からも、かなり好かれており、お互いに良好な関係を築いている。親戚であり、最重欠損にあたる人物、犬猿の中、基本的に、性格が似通っており、お互いに挑発的な言葉を交わし、仲は非常に悪い。これは、過去に篠宮グループで起きた、ある抗争に起因している。ただ、柏木ゴッドが、良かれと思って、かぐや様に渡した、とある DVD のおかげで、彼女たちの過去の圧力だけは、少しだけ緩和された。ちなみに、定期試験結果は、1点差であり、誕生日、血液型、遅刻、早退、出血状況まで同じで、作中でも、告白に失敗して、素直になったかぐや様のような扱いが多い。要するに、かぐや様のあり得た可能性の、一つなのかもしれない。余談ではあるが、物語序盤から、理系全国模試で、会長と20点差をつけて、1位を取っていた、四条帝という人物は、彼女の双子の弟であることが、明かされている。マスメディアコンビの一人で、出版社、木野出版の、社長令嬢である、セミロングヘアーの2年生、エリカと同じ、かぐや信者の一人であるが、彼女は、会長×かぐや様という、カプチューをこじらせている。基本的に常識人であるが、会長とかぐや様が絡むと、暴走し始める。妄想癖がひどいため、ヤバい波長を、いいのみこから感じ取ったり、他人の恋愛事情に機敏な一面もあり、早い段階から、四条巻の恋心にも、気づいていた唯一の人物でもある。しかし、自身の言動で、四条巻が悲惨なことになってしまったため、かなり負い目は感じている模様。また文化祭編で、推し二人の、決定的な瞬間をたまたま目にしたため、かなーん、と絶叫し、福音を唱えながら失神した。そして私は虫に生まれた、喋る雑草系女子、マスメディアコンビの一人で、キノカレンと行動を共にする、大手味噌メーカーの社長令嬢、かぐや信者ではあるが、狂信者そのものであり、本人を前にすると興奮しまくり、ろくに会話もできないまま、失神する。また自室に、かぐや様に出そうとして書き綴った、ファンレターが段ボール紙とは古文保存してあり、かぐや様という存在を、純粋に信仰している。ストレス発散法は、味噌をすりつぶすことであり、カレンとは幼い頃からの付き合いである模様。ざっくりではありますが、以上が、篠宮かぐやに関する、解説になります。それでは、今回は、この辺りで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。